税収がね、20億弱ぐらいって税収は事業で、事業コンサルですごいですよね。まあ、大体うまくいってるところで、まあ、1人1000万上げたら一応事業コンサルは、まあ、とりあえず成功みたいな感じなんですけど、それもやっぱはるかに、うん、職員含めてね、それだからすごいな、多分あの日本人だと思うんですけどね。でまあ後付けですけどね、その税理士法人さんに会うのが私5年ぶりだったんですけども、あっと思ったのはですね、看板があったんですけどね、相続税専門税理士法人レガシーってなってます。前はね相続税専門って出してなかったです。前から実は相続税が強いっていうことは業界っていうか、そういうのクライアントの間では税理士会計士業界では実は有名だったんですけどね、相続税専門ってのはね出してなかった前、大手町か、の地下鉄のところの、通路のところにでかい看板がこう出してたんですね。まあイメージ看板でしたけど、相続税専門レガシーですね、あっと思ってですね、あ勝負に来たと私思ったんですよ、で職員さんに聞いたらやっぱり、ね、それ言ってました、前は事務所もちょっと離れた、ちょっと偏僻じゃないけど、神田のちょっとあれだったんですけども、今度移転していったところはですね、なんと経団連のビルのすぐ横の、まあ、JA ビルっていうですね、まあ、どう見ても130人の職員が入ってる、まあ、ワンフロア、なんですけどね。それ家賃どんぐらいだと思いますか？家賃130人ぐらい収容できると。でまあそら何百万じゃないよねと。私の師匠のあの、ね、ボロ事務所のランチスター系武田洋一事務所でも年間700万ぐらい、800万ぐらいですかね、まあだからそれちょっともう無駄だというので今度そこ移転しますからね、小さいところ。あんなたった8人9人のところで年間ランチスターの福岡ですよ、たった7、8人で700万、800万ぐらいですかね、まあ、武田洋一だから見え張ってたね。でも多分でも今度もうその事務所閉めるんですけどね、その程度で700万なんですよ。あそうそう年間、あ年間か、そうそう、だからちょっと分からんすけどね、こう思いつきで、あこれ月間1000万以上、月間で1000万以上でしょここはって言ったら何千万です、月間で、みたいなね。まあ、ただその何千、3000、4000万とかじゃなくて多分1000万、1500万とか、まあ、2000万とか、まあ、そんなもんかなと思うんですよね。いやそれでもある意味では超贅沢ですよね。贅沢だけど多分、まあ、要は相続税ってことは、まあ、金持ちですよ、金持ち相手ですよね。ということは、まあ、やっぱりね、まあ、ほら私が結局頼まれてもいないのに結局今宣伝してますね、レガシーさんのことをね。いやこの前言った経団連の横よみたいなね、あもうやっぱ洗脳されてるねっていう結果としてですね、まあ一応昨日収録、そのいわゆるレガシーさんが実はあの教材の通販部門も持ってましてね、実は毎月、皆さんもねこれから私がねあれだったら紹介しますが、毎月10本ぐらい実は CD、DVD 教材作って全国 の, あの会員さんにね、税理士さんとか中心にレーザー企業の会員さん何千人か1万人か持ってて、そこに毎月収録した CD、DVD をこう、まあ、通販、まあそんな中で、まあ、昨日ちょっと私が、まあ、声かけていただいてですね、昨日はね「やずやの秘密」をテーマで話したんですけどね、1時間喋って、まあ、10万円昨日いただいたんですね、まあ、交通費込みですからそんな大したらやったんですけどでまあたぶんスポットで昨日仕事がちょっと入ってたんで、でまあ1ヶ月多分もう切ってたと思うんですけど、と思ってですね、なんかなもったいないなと思ってですね、どうせならなんかちょうど翌日土曜日だから長時間なんかやりやすいからですね、平日はなかなか長時間しにくいじゃないですか、なんかあもういいやと、もうなんかで調べてここが安かったんだ、初回借りるとこ2万4000円6時間も借りてね、まあ損壊なんか変なとこでしょうか多分1回で怪しいマルチ商法なんかやってた絶対あれはなんかただ話分かったね、えらいこう芸人みたいな感じだった、なんかちょっと自分を見るような感じこうやって載せてるんだなみたいな。マルチ商法かね、株価FX かね、そっち系でしたよ、1回で、でも講師うまいなと思いました、笑いがよく出てたもんね、
まあ、我々でプロの、まあ、同じ芸人系だなと思ったんですけど、まあ、だから、まあ、だからちょっと多分ね、あんまりこう、まあ、怪しい会話が多いところなんです、僕は。よくあるじゃないですか、多分ね。まあ、だから安いと思うんですよね。まあ、こう、 うまく取れたんで、で、まあ、あとは、まあ、その時もふとで、ね、ちょっと出てきた、実はちょっと今日終わらせていただく方ってなんですね、普段は、そんなに実は接触ないんですよ。例えば林間さんともまあ3回目ぐらいですかね。そうです。まあ、ほとんどすれ違い程度でね。だけどちょっとね、前がちょっと気になってん、実は。なんかね、この野郎 MBA かみたいなね。MBA だけどなんか、前ちらっと聞いた時にね、ちょっと分かりやすかったんですね。大体 MBA 聞いてもう眠いのばっかりで。みんな学者ばっかりだけど、なかなか良さそうかなと。ちょっと一応 MBA も、ね、私も今ちょっとドラッカーの、あのパクリ本を、武田陽一のテープ起こしで今書いてるんでドラッカーの本も出されたからですね、ちょっと聞いてみたいなとかですね、あとはだから今泉さん、今泉ってことですね、前ちょっと会って、前はサラリーマンだったんですけど、いつの間にか相当こうできる携帯ネットコンサルタントに転身してですね、私の知り合いの長野のですね、なんか、ご在門でしたか、何ですか、前後前後のか怪しい家具屋があるんですよ、怪しい家具屋が。で、前は明らかに苦しんでたんですよ。ところがね、最近どう見ても調子いいんですよ。そしたらコンサル入ってたんですよ。おい、あの今泉さんがみたいな、群馬の田舎のなんかようわからんやつがみたいなね。もうで、まあどう見てもうまいこと、まあ、実績上げてるから、ちょっとこう話聞きたいなとかね、まあ、実はその時にたまたまこういろいろ、まあいやその威張った一流有名よりも、ちょっと二流じゃないね無名だけども、まだそんなにまあ無名だけども、無名系だけども、なんか面白そうかなみたいなね、ところにちょっと、まあその場で、まあ実は、まあその場でメールかもあれしたんですよ、もうその場で思いつきで、まああんまり深く考えないんですね、でまあまあ4人ぐらい講師できたらと。でサイトも一応実は作ってる、手作りで作ってた。そこへね、カタカナでファックスがこう来たんですよ。おーとこう見た。個人通信の鎌瀬さんかみたいな。おー、なるほど。ちょっと今回ネットが多くなったから講師ね。このアナログの、ね、個人通信のこうね、うだうだこう書いてやる。これはこれで面白いなって言うてね。はい、追加って言うてね。まあそういう、まあ非常にこう、面白い感じの流れで、なったんですよね。ということなんですけど、実はですね、こう最初のこの原田翔太がですね、今ちょっと実は資料がパソコンが破壊されてしまって今必死でこう作り直したというのはちょっと順番がちょっと変わりますけど、ですね、どうしましょうか、時間はねちょっとね、まだね、今日はまあまああるんで、一応今日流れとしてはですね、とまあ1人持ち時間1時間1時間で、まあ、5時間やると、まあ、1時間ぐらいの時間があるんですね。でお一人当たり、そうですね、まあ、15分ぐらい自分の自己紹介というか、独立企業話を、どうやって独立企業できて、まあ、ある程度食えるようになったか。あとの45分で、なんですかね、まあ、自分もしくは、自分が関わったところの成功事例みたいなのを話していただいて、で最後の15分で、まあ、質疑応答と。まあね、こんなタイトなスケジュールでできるかどうか分かんないですけどね、さっきちょっと思いついたんでまあそんな感じで、ちょっと行ってみようかなと思います。はい、で、あれですよね、はい、ちょできる大丈夫、いい大丈夫、もうこれなし、あーでもなくてもいい、ですね、じゃあ林間さん、はい、MBA からいきます。 MBA からですね。 MBA って何か知ってるって言う人MBA って何のことか知ってるって言う人、あれ意外に知らないの、聞いたことありますか、意外に世間一般ってそんな感じかな、もしかしたらね、そうですかね、まあ一応経営学、そうですね、一応経営学のなんていうか、まあ、資格修士号、修士号、修士号、大学院、あ、大学院、大学院みたいなですね、大学院、そう、経営学の大学院の、まあ、なんていうか、まあ、学歴の一つですかね、経営学修士、マジメントアドミニストレーション MBA マネジメントオブビジネスアドミニストレーションかな、
というまあやつで、まあ言ってみたらその元祖はですね、多分ドラッカーみたいなもんですね。最初はねびっくりしたんです。経営学とか経営学部とかあと経営コンサルタントを作ったのがドラッカーっていうのを知っていたという人、一番最初。いやなんねですよね、実はね。もうだから昔はだから大学でも経済学部しかなかったんですよ。で経営学部っていうのがね、あとからなんか魚のタケノコのようにできたでしょ、経営学部っていうのが。ついでにできたじゃないですか、ついで。あだから偏差値が低いですよね。経済学部に比べると経営学部ってちょっと低いじゃないですか、ね、私も実はその経営学部なんですけどね。そうついでにできた経営学部の一番最初の言い出しっぺっていうか意識して作ったんですよね、実はね。経営学と経営学部を作ろうと実は意識してやったのが実はドラッカーなんですよ。本当びっくりした。あと経営コンサルタントという名前もあれはマッキンゼーか誰かの人と話してる時に、じゃあ経営コンサルタントしようかってね、あの事前な。